何これ、わ、シャンプー、ちょっと近づけないでよ、それ。僕この匂い嫌い、お風呂入らないよ。だから近づけないでってば。やめて、やめてよ、バイバイ。ということで、今回はラテちゃんメイン回のシャンプー動画です。ラテは2月16日で1歳を迎えます。猫は1歳で成猫なので、今はちょうど思春期かと思います。そのためか顎から黒いゴマのようなものが出ています。これは猫のニキビです。思春期にニキビなんて人間と同じですね。ちょっと恥ずかしいから、そんなとこ映さないでよ。他にもラテはスタッドテイルといって、尻尾の付け根あたりが鼻腺からの分泌物でベタベタしています。毛をかき分けると皮膚が真っ黒になっています。これも若いオスに見られるもので、放っておくと炎症してしまうので、しっかり洗っていこうと思います。洗わなくていいってば。4回目だから、さすがにそんな暴れる気はないけど、シャワーの温度47度って高くない？42度ぐらいでお願いします。猫の体温は38度だから、低い温度もダメだよ。シャワーの温度は40度ぐらいがベストかと思いますが、冬であることと、うちのシャワーヘッドが節水で気泡が入るタイプなので、出てくるのお湯の温度が設定より低くなっています。なので42度ぐらいで様子を見ています。人間は47度を浴びているので、猫ももう少し高い温度でも良かったかなと後から反省しました。この最初にかけられるお湯が嫌なのよね。慣れるまで我慢我慢。ここからは早送りしていきます。いろいろ調べたりとか、ラテの様子を見て分かったのですが、猫のシャンプーの時に絶対にやってはいけないことがあります。それは猫を持ち上げることです。ついつい洗いたい場所があって持ち上げたりしてしまいがちですが、それをやってしまうと怖がってしまい暴れます。一度暴れスイッチが入ると、ずっと暴れてまともにシャンプーさせてくれないので、極力持ち上げないように注意しましょう。お風呂嫌いになる原因もそこにあると思います。ちょっとパパさん、説明してないで、抱っこ抱っこ。いや、今持ち上げたらダメって説明したばかりなのに。と抱きつかれても、抱っこしてあげたい気持ちを押し殺し、持ち上げなければこの通り、意外とおとなしくシャワーを浴びています。まあ浴びてるだけなら暖かいから気持ちいいのよね。でも顔にかけられるのは嫌だよ。顎ならいいけどね。ここからはシャンプーをしていきます。今回最初にクレンジングシャンプーで顎とか尻尾のベタつきを取っていきます。使っているシャンプーは APDC 猫用プロフェッショナルクレンジングシャンプーです。 Amazon 評価も高いし、他の猫チューバーさんでも紹介されていたので使ってみることに。あ、そこそこそこは気持ちいいのよね。パパさん、猫シャン上手くなってきたじゃない。顎の汚れ落ちた？もうニキビとか言われたくないよ。猫のシャンプーはとってもお高いのですが、ケチって使うと結局汚れが落ちなかったりするので、十分な量でやってあげた方がいいです。ただたっぷりのお湯できちんとシャンプー剤を流してあげてくださいね。この後スタッドテイルの部分を洗います。ここにはとても苦戦しました。1回のクレンジングでは落ちきらず、2回目を行うことにしました。その結果、きれいさっぱり、汚れが落ちて、ご覧の通り地肌のピンクが見えるようになりました。この後肛門腺絞りをして、クレンジングシャンプーは終了です。肛門腺絞りはあまりゆっくり映すのもあれなので、早送りでお伝えします。もしリクエストあれば解説しますが、今回は割愛します。知りたい方いればコメントください。毎回ラテは肛門腺が結構溜まっているんですよね。産んでしまったら嫌なので、毎回シャンプーのたびにやっています。ちょっと全世界の人が見てるのに、僕のお尻映さないでよ。恥ずかしいじゃない。
クレンジングシャンプーの次はゾイックのトリートメントインシャンプーを使って仕上げていきます。このシャンプー、フルーティーなとってもいい香りがするのでお気に入りです。僕は好きじゃないよ。この匂い嗅ぐだけで記憶が蘇るから。本当はクレンジングとトリートメントの間にホワイトニングシャンプーを入れたいのですが、まずはこのトリートメントを使い切ってからにしようと思っています。白猫なので汚れが結構目立ちます。普通のシャンプーでは落ちない黄ばみもありますし、ホワイトニングシャンプーを使った時どう変化するのかはまた別の機会に動画にしますね。はい、シャンプーはおしまいです。ラテちゃんお疲れ様。はー、さっぱり。これでチーノちゃん振り向いてくれるかな。タオルはいつものセームタオルを使っていきます。とっても水分を吸収してくれて、絞っては拭きを何度も行えるのでとっても便利です。少し真面目な話をします。実はスタッドテイルは去勢をすればある程度収まるらしいのですが、我が家ではラテとチードのブリーディングを考えています。ブリーディングには知識と責任が伴います。猫のブリーディングなんて知識がないやつがやるべきではないとか、ラグドールのスタンダードが崩れるとか、お叱りの言葉があるかもしれません。しかし誰かに譲渡をするつもりもなく、うちで責任を持って飼うつもりです。現在繁殖に向けて猛勉強中です。ラテと畑のチャンネル説明欄にも記載していますが、少しでも猫の可愛さや愛おしさを伝えることが私の使命だと考えています。それによって猫を保護してくれる方が少しでも増えることを願っています。そのため猫を飼ったら大変な部分も隠すことなく伝えていこうと思っています。ぜひ温かい目で応援していただけると助かります。はい、その辺の詳しい話はまた今度で。あー、やっと終わった。あにゃって言っちゃった。あ、ドライヤー嫌だよって言ってるよ。あー、やっとドライヤーも終わったよ。ふわふわ猫に戻ったかな。ってあれ、まだちょっと濡れてるじゃない。え、ドライヤーで僕が暴れるからできなかったって。そうなのよね、ドライヤーは何度やっても慣れないのよね。とりあえず大体乾いたからいいよ。もうドライヤーやんなくていいからね。じゃあ僕とっても綺麗になったから、この後早速チーノちゃんをナンパしに行ってきます。今回の動画はここまで。次回は僕がママさんのことを苦手ってお話、お楽しみに。あれ、まだ見てる人いる？さっきチーノちゃんのところに行ったらすぐに逃げられちゃったのよ。なんで？最近のマイブームはうんちを決まった時間にすることです。僕夕方に催すのよね。こうやってせっかく毛づくろいしてもパパさんにお腹顔うずめられるからボサボサになっちゃうのよ。そろそろラテの小話もおしまい。絶対に次回も見てね。バイバイ。